吉岡淳作吉岡淳作昭和19年9月3日は山梨県出身の医師。甲斐の国山梨軍徳上村に以下であった父、大地の長男として生まれる。明治12年に山梨県立医学校に入学し、明治16年3月に起点館医学科を卒業後、東京に出て田代貴徳について医学を治め再生学者に通学し、明治20年4月に 医師開業免状を受け、東厚白郡伊沢村に委員を開業。明治21年3月には、西山梨郡幸運村に移転。その後、明治23年に、東山梨郡を壁村。明治30年代に生春委員の名称で伊沢村。明治40年に、甲府市藤川町に移転している。また、その間、明治33年5月には、東厚白郡医師会長。 明治38年5月には山梨県医師会長を務めている。山梨県内における地方病撲滅に尽くした医師の一人であり、地方病の病態解剖への道を開いた吉岡は、自身が表した地方病病原虫の石灰死滅に関する研究、昭和13年間において地方病研究の短所について記している。地方病病原虫の石灰死滅に関する研究、 昭和13年、ありがとうございます。